はい、ということで実況のパート2を始めていきたいと思います。なんや曲がかかった。なんかこういう曲って結構ね、あの YouTube のね、さっき引っかかるからね、あんまねよろしくないんだけど、このゲームはどうだろうか。前回、クラブ16編やったので、今回は、風坂いおりちゃん編をやるみたいですね。うん、これなんか選べないっぽいね。うん、じゃあいおりちゃんで行こうか。冬坂いおり、朝8時半、桜高校通学路、1985年パンを加えている。遅刻パンの加え方。毎晩毎晩変な夢のせいで、これぶつかるやつやろ、人と人とぶつかるやつだな、これ同じパターンでしょ、これ絶対ぶつかるやろ、これはい、ぶつかった、同じ意味のパターンでした。誰だこれ。おい、大丈夫か。イケボヤ、僕も怪我はないようだな。イケボヤ、ちゃんと前を見てないと危ないぜ。かっけー、こんな惚れてまうやろこんなんやったら惚れるわ。おや、君は。いけない、朝礼始まっちゃう。誰くんこれ。似ているの。似ている、誰に。彼女が落としたのか。あ、この冬坂いおりちゃんももしかして別人格あるんじゃねえの。1年、冬坂いおり。これ登場人物みんな1年生かな。良さそうだ。なんかもうなんか人物のなんか関係性がわからんな。桜高校旧校舎1年 B 組。旧校舎って何これ、新校舎あるんか。じゃあこれさ、登場人物によってさ、これさ足の太さちゃうよね、明らかに。これ宮古の太もも僕は好きです僕は宮古の太もも好きです。原告の先生、現代国語。あれだけ堂々と寝てたらね。私、キサラギ。キサラギ、え、沢渡。沢渡、え、初めて、初対面。私は沢渡さんでしょ。え、先生に呼ばれても寝ぼけてたけど。何これ、え、初対面、これ新学期。覚えてない、高校生活開始早々。あ、新学期なんや。印象悪いな。おっとりしている親友のミワちゃん。親友のミワちゃん、るのは苦手でも苦手なんや。私は興味津々。いや、これ明らかにこうミワコとさ、このなんだっけ、キサラギなんとかみ、なんとかみとさ、このイオリとさ、これ足の太さちゃうやん、これ明らかにちゃうでしょ、これどう見てもこれ意図的にね分けてるでしょ。さあ十郎はいるかな。お、これ同じクラスだよね、十郎いないっぽいね。ボロボロやんけ、なんやこの校舎1985年、ね、こんなボロボロか。よろしく。こちらこそ、キサラギさん。ウサミでいいよ。ウサミ。あだ名だけど気に入ってんの。あだ名？私もイオリって呼んで。イオリ、イオリ。私もミワコで。私の前の席に座るウサミちゃん。赤いメガネにお下げの少し変わった女の子。ウサミちゃん、中学どこだったの？ああ。ちょっと遠いとこ、普通よ。ちょっと濁したね。これ意味深やね。これ濁すの大体意味深なんだよな。うさみちゃん、な、何？ゴート先輩と。出た、メガネくん。メガネくんや、これゴート先輩。いや別に。あ、これ登場人物みんな1年生ってわけじゃないんだね。女子の間で人気の憧れの先輩なのよ。先輩イケメンばっかやんけ。そうなのか。あいつ知り合いなのかな。兄弟、いや、なきねえか。あ、いや、全く趣味じゃないし、単なる知り合い。絶対単なる知り合いじゃねえ絶対単なる、ただの単なる知り合いじゃねえいつも眠そうだけど、夜更かしでも
してるの？そういうわけじゃないんだけど、変な夢、夜中に何度も。変な夢って？ぼんやりとしか。昨日のは燃えてる廃墟みたいなとこにいて。燃えてる廃墟。大きな影が近づいてきて、そこで起きちゃうのよね。っていうシーン頭後でやるんだろうな、きっと。あれ？おでこ。机で寝てたからじゃない？あー、これは多分ぶつかったからや。先輩とあれイケメン先輩とぶつかったからや。え、何かあるわね。実はぶつかったのがめっちゃイケメンでしたね。思い出したらなんだかドキドキする。それは一目惚れよ。そうなの？そう、運命の出会いに間違いないわ。なんか可愛い。気になる彼。まあ彼言うても多分先輩だと思うけど。なんだろう、やっぱりドキドキする。ちゃんとお話しすればよかった。制服も違ってた。あ、制服違った。じゃあ別の高校か。この生徒じゃないのかな。今日帰り、さっきの彼のこと。うさみちゃんも帰り一緒にどう？クレープ屋さんが新しくできた。クレープ屋、1985年にクレープ屋なんかあんのか。いいね、行こう。あ、なんやなんや、誰か来た。あ、誰か来た、女の子来た。扉もまともに開かないじゃない。スポーティーな女の子来た。しかし、古い校舎だよね、ここ。あ、スポーティーな女の子来た。夏野ちゃん来たよ。壊しちゃダメじゃない。壊すなよ。壊してません。だいぶスポーティーな女の子来ましたね。これメガネっ子もいれば、巨乳もいれば、なんかおっとり系もいれば、イルフはおっとり系もいれば、なんか文学少女っぽい子もいれば、すごいですねこれ。このゲーム、まあ、登場人物いっぱいいるんでね、性格差別化してるんでしょきっと。夏野ちゃん。この古い校舎って入学に合わせて新校舎完成の予定が工事遅れたからなんだよね。来月には新校舎な。本当に古いよね。戦時中に建てられた校舎だ。戦時中。そうなんだ、築40年超えか。照明も裸で今どき。なんだろう、ちゃんと制服。ここのなっちゃん教室隣でしょ。なっちゃんいいじゃない。あ、別のクラスなんや。青に来たのよ。友達？うん、夏野ちゃん。私たち3人小学校から一緒なの。夏野ちゃん。あ、そうなんや。こちらうさみちゃん。こちらうさみちゃん。南夏野です、よろしく。南夏野。なんかすげえなんか青春チックでさ、この社会人になってからこのゲームなんか心にあの響くものがあるんですけど。心が痛くなってくるんですけど。社会人になってからこのゲームやると心が痛くなってくるんですけど。あ、また誰か来た。誰やこれ。メガネ、またメガネっ子来たよ。またメガネっ子来た。他のクラスに入り込んで次の授業の準備を先生に言われてるでしょ。わかったわよ。ああ、連れ去られた。あ、そうだ。誰ちゃんこれ。前に行ってた猫、今学校で見たよ。猫。え、どこで？理科室の裏あたり。南さん。はいはい、今行く。これモブキャラ？いや、絶対モブキャラではないだろう。猫ちゃん知ってる？いや、モブキャラはこういうなんか顔が見えないやつだでしょ、絶対ね。多分この猫は何か意味があるんだろうな、きっと。よし、ちょっと行ってくる。よく寝たせいか元気だね。あのオープニングのメイン画面に猫が映ってたんですよ、左ら辺に。だから多分その猫じゃないかな。休校舎渡りろうか、休憩時間。あ、いるやん、タマ。いないな。タマおるぞ、後ろに。どこだろう。タマおる、後ろおる。
けた、猫ちゃん。猫ちゃん、猫ちゃん。あー、逃げた。こんなところに隠れちゃって。あれ、どこ行った？どうして分かってるだろう。あ、ジュローおるやん。黒部くんと。あ、こいつが網口か。網口くんだ。俺たちの関係は普通じゃない。網口くん、ホモ、なんだからしくないよ。ホモ、ホモ聞けよ。俺もこういうの。わあ、やめろやめろ。ホモ展開やめえや。お前は感じなかった。やめえや。ホモ展開やめえや。もっと確かめ合いたいんだ。やめろやめろ。明らかにホモ展開っぽくすんのやめろ。冬坂。ははは、照れてる。いおりちゃん照れてる。ビール好きですか。ビール好きですか。お構いなくどうぞ。笑った。待って、何か誤解してる。俺たちがそういう関係？面白いなそれ。誤解だよ。めっちゃ照れてる。夢の話なんだ。夢の話？夢の話って？うん、最近さ、妙な夢を見ることが多くて、見るたびに全然どうも時系列がばらけているだけで。うわ、意味深すぎる。これ時系列というワードがめっちゃ意味深なんだけど。驚いたことに比べくんも、これ SF の作品だから絶対これパラレルワールドだよな。話を聞けば聞くほど状況もせ、俺は夢を共有してるんじゃないか。これ夢を見てる人は多分みんな13じゃあなんとか騎兵のあのパイロットなんじゃないな、きっと。おそらく毎晩夜中僕は。確かにレンタルビデオ屋だったし。でもテレパシーでつながっ、そうじゃなければ未来のビジョン。意味深だな。めっちゃ意味深やねこれ。そんなわけで確認したい。突拍子もない。いや、そうだったのか。ほら、私てっきり授業始まるな。続きはまただ。教室に戻ろう、冬坂さん。あ、終わった。シンコール 14%。 ん？これシンコール、これシンコールってさ 14%、 これ一つのエピソードでさ進行の 15% ぐらいいくとしたら全部で7、8ぐらいですかね。え、それはちょっと少なくね。いや、でもどうなんだろうな。そんなもんなのかな。まあでも登場人物多いからそんなもんなのかな、かもしんないね。エピソード2なんだこれ。え、エピソード2なんだこれ。 4、5、6、7、 エピソード7まであんのかこれ。終焉の始まり。さあ次は誰だ、誰編だろうな。お、なバトル。おい、なんだ、さっきの続きか。5月27日、午後4時32分。あれや、これプロ、え、もう時間軸わかんねえ。時間軸わかんねえ。ロボットに乗って。よかった。無事みたいだね。クラベ君。風坂さん、君が言った通りになった。あ、これ夢、これが夢の中。これ夢の中。時系列がね、まだわかんないですね。多分意味あるんでしょうね、この時系列の順番は。第二世代のその騎兵は、第二世代。重量が2200トンもある。重すぎて倒れたら、自重でフレームが歪むんだ。いかついロボなのに、こけたらダメなの？気を抜くな。新たな D の群れが接近している。さあ、ルルーシュ。これルルーシュね、声優。その D って？ダイモス。ダイモス。あ、ゴジラね。はい。怪獣は最深部にある中枢を狙っている。中枢？そのために中枢につながる各ターミナルを攻撃してくる。中枢がやられたらこの街は消滅する。なや、中枢って。だがこちらは少数だ。守ってばかりではいずれ突破される。そこで
ターミナルの自己防衛機能を起動させる。それでこのエリアは完全に防御され、 D も手を出せなくなる。先生が言ってたイージスね。イージス、それ時間稼ぎに使う。どうすれば起動できる。近い方でいい。侵入。そう。そして侵入ポイントであるターミナルまで移動してください。バトルスタート。自分のキャラを選択してヘビーナックル。あ、これ敵がいないとできないんや。移動ん 防御って13番機防御モードに行こう。え、何これ。ああ、なんかこれ上のゲージがたまるまで行動できなくなるんや。へえ、なるほどね。13番機移動する。あ、これ2つ選択点あかんのや。ちょっと待って、これイオリちゃん HP 減ってんだけど15番機これ何番機まであるんだよ。これそこで騎兵から地下300メートルのターミナルに信号を送る。君たちのアクセス ID ならどれでも起動できる。先輩どこにいるんだ。これこれでもう大丈夫。怪獣は来なくなる。いや、まだだよ。自己防衛システム。これ男はさ、これ裸でさ、まあ割となんかこっち向いてるけど、女の子はあのこっち向かせないようにしてるよね。お、敵来てんじゃねえかよ。チュートリア敗北条件、まあ、ターミナルを守るのね。っす。左上のゲージにディフェンスゲージ。あ、味方死んでも終わりなんや。へえ。ああ、こういう感じか。よっしゃ、行くぜ。あ、これ移動できない。あ、移動できるね。これ移動するのにちょっと時間かかるんや。移動。あ、そういう感じか。あ、そういう感じなんだ。なるほど、ちょっと分かってきた。殴ればいいや、とりあえず。ただ殴るの多分一番強いやろ。あ、なるほどね。まあ、一応単性みたいな感じか。やばい、敵めっちゃ来とる。めっちゃ撃たれた。あ、よく見た。痛い、なんかめっちゃ食らってんやけど。これ、これで倒せばいいやろ、きっと。やばい、痛い。だいぶ離れちゃあかんな。これ移動と攻撃が分け合えてるからね、めんどくさいね。え、これ EP って何？これ EP ってこう回復すんの？これ何回使ってもいいやつですか？これ味方当たんねえよな。フレンドリファイアないよね。フレンドリファイアないよ。大丈夫よね、これ。大丈夫かな。もうタレンソロケット砲使いまくればいいんじゃね。セントリーガン。あ、セントリーガン設置しよう。おお、いいね。なんだ？イージスの軌道。守られた。二人とも騎兵はまだ動くか。まだ大丈夫です。戦いますよ。誰だ？戦っているのか。誰だ？肘山高俊。騎兵に乗っているようだな。君こそ誰だ？しかもそれは十二番機。沖野。沖野の登場。誰だ沖野って？俺は肘山高俊。高俊。肘山。もう分からん。関係性が分からんに人物の。あの時沖野君といたから。で誰や？大木野くん誰や。人類を守りに来たんだ。かっけえ。人類を守りに来た。かっこいい。これみんな仲間でいいんすか。なんか一人以外なんか裏切り者とかスパイとかいそうやけどね。一人以外なんか裏切り者いそうじゃね。一人じゃ大丈夫なわけないですよね。私が行こう。君たちは隣の区域に移動しろ。一人称私かよ。君高校生だろ。ビクトリー。肘山高俊編。こいつもなんか不良っぽいな見た目。よっしゃ、高俊編もこのままやろうかな。絶対ヤンキーやんこいつ。肘山高、なんか名前がさっきはなんか登場人物の名前がなんか古臭いよね。
まあ時代コール1944年日没なんとか神社。ファー何やこれ。麓でも騒ぎ始めた。めっちゃ昔やんけ。急いでこれ第二次世界大戦の時やんこれ。戦時中やんこれ。もう制服がなんかあれやな、時代感じんなこれ。転移装置のアクセスキーを変えた。転移装置のアクセスキー。無駄なのに。キリコさん。キリコさん。誰？ていたのか。肘山君。あ、こいつが肘山くん？これ見た目全然ちゃうやんけ。どうなったやこれ。スパイだなんて。スパイ？やっぱスパイいんの？同時博士ならそう言うからな。なぜ逃げたのです。秘密を盗んだ嫌疑で憲兵があなたを探してる。憲兵。博士の娘がスパイ行為などするはずがない。残念ながら娘じゃない。ないんだ。本物の同時キリコは東京。ファ？何もないや。スパイ呼ばわりは侵害だ。騎兵の機密なんか盗む必要がない。騎兵を作ったのは僕。僕？男？やめてやめて。男の子とか言うのやめてよマジで。同時博士は本土決戦。本土決戦だよ本土決戦。娘の本物では本気で言っているのか自分が消え。こんな中堅苦しい堅物の真面目人間っぽい感じのする比江島貴俊くんがなんであんな不良みたいになったんや。本物がここにいないならあなたは誰だというのか。説明したって信じやしない。それとも君の僕に対する。いや僕って男かい。本物かどうかが重要なのかい。そ照れてんだけど。え、なんで一人称僕なの。男の娘ですかこれ。男の子。突拍子もない。あなたが作った。ああそう、あれをエディタで起こして。エディタで起こして。自動工場に発注したのは。自動工場。あなたは何自動工場って。気が動転してるんだ。僕が連結素子を君の頭に。連結素子。麻酔が効いていたし覚えてないか。交渉へ来るのは交渉。博士の使いだと。理由がなければ怪しまれるじゃん。君は愚痴。見どころはある男だ。何を一体。名残惜しいってことさ。ちょうどキーの解析が終わった。あ、いなくなっちゃうんや。それじゃあここでお別れだ。キリコさん。何者なんだろうな。消えた。そんなバカな。日本軍なんですかねこの制服は。どっかの学校の制服とかじゃないよな。同時派か。え、これ何したらいいのこれ。あ、なんかできる。神社裏の参道を逃げるのは無理だ。キリコさんはどこへ。誰かやってくるぞ。あいつは交渉に忍び込んだ。誰だ。素性の怪しいやつだ。素性の怪しいやつ。しかしもし彼女の仲間だとすれば行き先を知ってるかもしれん。木陰に身を隠して様子を見よう。さあ誰がやってくるんでしょうか。多分どうやろうな。やってくるの。あ、さっき出てきたね。木坂神社。イケメン先輩じゃん。沖野の転移履歴がある。いや沖野くん誰だよマジで。捕まえられるか。この人たちは。設定はセクター4。1984年。1984年。こう自由に時代を移動できるんや。時代というか、ね、年代というか。観念しろ。逃げられんぞ。必死スパイね。ひじやま、あ、知ってんだ。ひじやまくんのこと知ってますね。ここで何をしていた。言ったところでお前は笑うだけだ。正直に話さないと痛い目を見るぞ。ここから別の時代へ行くんだ。貴様頭がおかしいのか。この男で時間を冒険科学小説じゃ。冒険科学小説。同時キリコを知っているか。ああ、やはりあいつは同時キリコなんて名じゃない。誰だ。それは本当なのか。彼女もそんなことを言っていた。彼女かうまく化けたよな。あ、やっぱ男じゃねえかよ。沖野つかさ。沖野つかさ男かーい。出まかせを言うな。
そんなわけがあるか。男かい、男の子かいな。とても信じられ。沖野くんと一緒にいるっていうのはそういうことだったのか。王子キリコは女装した男で、本当の名前は。あ、だから一人称は僕やったんやな。別の時代か。もっとまともな言い逃れをしろ。お前の言う同時キリコはここで転移して未来へ逃げたんだよ。逃げた。ごまかされんぞ。もう邪魔するな。俺は奴を追う。ほう。やつ敵なのか。味方でもないんかな。どこだ。案内しろ。巻き込まれるぞ。下がれ。あ、これで一緒に行くんやな、きっと比江島君。時間旅行か。できるもんならやってみろ。どうなっても文句を言うなよ。あ、これで一緒に行くんや。一緒に行った。さあどうなんだ。タイムアップ。遊牧な、な、なんとかとて1985年。お、ヤンキーがいっぱいいます。老生じゃねえか。ヤンキーがいっぱい。真島さんに呼び出されて。真島さんビビっちまったんですよ。逃げやがったが。モヒカンがすごいな。口ほどにもね、根性の。パンチパーマ。あ、来た、比江島くん。待てやこら。なんだ。ははは、比江島くんヤンキーになった。ソースで絡めたそば、戦後のせ、焼きそばパンは戦後の世界。同時キル、本当の同時博士は、その、あんなになんかね、愚直な男だったのに論言になってる。ざけんなこら。人に肩ぶつけといてただで済むかい。わびんかい。ぶつかったか。そりゃ悪かった。はあ、悪いで済んだら警察はいらねえんだよ。なんだ、金ならないぞ。わ、和島さん、こいつ近頃噂になってる学ラン狩りの野郎だ。学ラン狩り。何。確かにこいつが来てんのはうちの学ランだ。貴様らあいつらの知り合いか。何しろここでは天涯孤独。ここではやっぱこの時代の人じゃないんだ、この比江島君。服と金銭の提供は誠に助かる。親切な仲間に礼を言ってくれ。じゃあな。あ、バトルわけではないのね。おい、逃げんじゃねえ。あ、やっぱバトルのか。こら。あ、落とした。これぶち切れ、焼きそばパンが。ぶち切れるやつやこれ。まだ一口も食ってないのに。絶対ぶち切れるやつやろ。この悪たれめ、なんてことしやがる。なんか文句あんのか。痛い目見んとわからんようだな。おい、おめえら、やっちまえ、やっちまえ。お、格ゲーか。格ゲーかな。やった。すみませんでした。パンは弁償しますんで勘弁してください。弁償。食い物を粗末にするやつは許さん。特に焼きそばパンはな。焼きそばパンキャラになった。なんだこりゃ。お、誰だ、また。なんつって呼び出しといて。え、誰、何やってんだ、和島。誰だこれ。なんだ貴様、こいつらの仲間か。俺はさくらの大型年次だ。大型年次。何人の喧嘩に割り込んでんだこら。大型年次。てめえ知ってるぞ、学ラン狩りの肘山とかいう。肘山高俊だ。俺はいらんと言ったが、ぜひにと言うから借りてやった。なんだクソ悪いぜ。調子こいてんじゃねえぞ。調子に乗っているのは貴様だろう。相手を見て口を聞け。怖え。だこの野郎。怖っ。怖すぎだよ。しみるって、こんな人いたら。来やがれ。こいつ強いんじゃないの、意外と。後悔しても知らんぞ。あ、まだ誰かいる。え、誰。なんだ。ショタ。え、誰誰。ショタくんがおる。すっかり昭和60年に馴染んでるじゃん。誰。これ沖野つかさくんだろ。絶対沖野くんだろ、こいつ。絶対こいつが沖野つかさやろ。あの声、まさか。待ってくれ。てめえ、喧嘩の途中でどこ行く気だ。畜生、どけ。絶対さっきの沖野くんだよ。沖野司くん。日の出前、なんとか廃工場裏。間もなく夜明けか。この辺りで見失ったんだ。近くにいるはずだ。あの野郎の蹴り、まだ結構強かったんや。
結構強かったんや。なんや、なんかゾンビの出てきそうなやばい工場じゃねえかよ。鍵がかかってる。いけないのか。鍵はどこじゃい。あ、いた。あ、誰だこれ。え、誰、司くん、ん、司くんって大きいの司こいつ。見つかっちゃったね。あー、来た、女装沖野司。キリコさん、一晩中探してたんだ。相変わらず無鉄砲だな。これキリコさんのお好きなんや。騙されないぞ貴様、そんな格好で。そろそろ来るかなと思ってたから、君の分も朝ごはん用意してるよ。朝ごはん、半年も探していた。半年、言いたいことは山ほどあるんだ。焼きそばパン買っておいたよ、昨日食べ損ねたでしょ。焼きそばパンか。いや、ごまかされんぞ。元の時代に戻せ、なんと言おうが無理にでも連れ帰る。嫌だと言ったら力ずくで僕を押し倒す。照れるなよ。貴様、本当は男だろ。ここで確かめてみるかい。エッチ展開すな。同時期本言いたいことって、本当は沖野司というそうだな。男のくせに女装なんて。僕に告白しておいて、その言い様は納得いかないな。告白したんだ。生白い僕があの時代で生きるには丸坊主になるよりこっちが似合うだろ。それならなんで今その格好なんだ。君が喜ぶかな。笑った。めっちゃおちょくってんな。肘山君は面白いな。この方が都合がいいんだ。やべえ、女装した男までいるぞこのゲーム。やばいな、キャラの設定がすごいね。なぜキリコさんに同時キリコだと身分を偽った。同時博士は了承し、彼は四季島における技術研究の始祖だ。四季島、彼の功績で戦後飛躍的。未来の技術を僕が教えたせいかもね。未来の技術を僕が教えたっていうことは、こいつは元々未来人か。取引をする。騎兵だよ。騎兵で何をするつもりだ。あれがあそこにある単なる事故。あれが昭和20年の技術作れないのはり。もちろん40年後、もっとずっと全てが自動化された工場で作られた。でだいぶ未来の話が取れていくんや。君にも分かりやすく言うなら、事故で故障したんだ。戦えるように。米軍と戦うためじゃないの。何と戦う。うん、ゴジラですね。ゴジラですね。ともかく俺は戻らなければな。騎兵計画を敗戦を防げる。見どころはあるが、君はやはり愚直だ。何とでも言え、貴様が何者であろうと必ず連れ帰る。各都市の空襲、沖縄あれほどの被害を出すわけ。図書館で調べたのか。土手に住んで日雇いで生計を立てていた君は意外にもたくましいな。ずっと監視していたのか。ああ、この時代に来てから土手に住んで日雇いで生計立てたのか。僕はこのせやらねばならない仕事、それが終わるまで待ってほしい。いや、手伝ってほしいな。これは君にも無。すべて終わったら君の言うことを何でも聞くよ。ちょっとなんか意味深な言い方したね。だと。いや、何期待してんね。俺と一緒にも。何期待してんねん。それが望みなら。ゆっくり考えて、ここの2階が僕。どこへ行く。学生服を着ていくところは一つだよ。そうだ、学校です。焼きそばパン机の上。ほら、お腹がな。昨日から何も。鍵は開いてる。あれ、あれ、なんだこれ、何もできない。まあいいや。焼きそばパンが体に進化してくれた。あ、なんか持ってきた。ソースで絡めた線焼きそば。やつめ、ど食い物で味。焼きそばパンだからそれも仕方。仕方ないって。制服を学校。多分あの桜高校にも絶対なんか未来人だからね、潜んでるでしょうね 100%。
絶対潜んでるでしょ。これなあれ何すればいいんだこれ。それでは食べればいいんか。このソースたまらん。ともかくこのまま逃げら母校にでも行ってみるか。母校は草。それが桜高校なのか。母校が残ってんやね、だいぶ昔の。まあいいや、とりあえず今回はキリがいいのでここまでにしようかなと思います。いや面白いですねこのゲーム。なんかすげえなんか複雑な人間関係、そして重厚長大なストーリーな感じがして、いやもう絶対もう神ゲーだろ、もう神ゲーっすねこれ。多分、いや多分ってか絶対そうやろ。まあいいや、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。